これ見て、この汚い机の上、これもうね、人形ね、おもちゃがね、部屋に増えるのすごい嬉しいんだけど、なんかね、もうランダスになってきたんだよね、ありすぎて。もうこの汚さ半端ないって。このナメコもね、コンプリートしたばっかってで、ね、もうね、なんかバラバラになっちゃったけど汚いっていうね。で、今日ね、たまたま百均に行ったら、なんとこのケースが売ってて、ケースこのケース、しかも百均なのにさ、400円のものが売っているという。もうこの時点でテンションハイマックスになって、俺、これ100均なのになんでこれ、400円のもの売ってんのみたいな。しかもこれマジこれ入るじゃん。あ、でも1個で足りるかな。まあ、1個で足りないと思って一応2つ買ってきたの、このケースを。だからこれからちょっと、このケースの中にね、ちょっと、綺麗に、こういう風にね、しまいたいと思います。この汚い、部屋をね、部屋っていうか俺の机の上の人形たちをね、こんな乱雑にしちゃってごめんよ。今、綺麗に。飾ってあげるからね。ということで、ちょっと待ってて、飾るね。すげえ、見てこれ。なんかね、こういう風に、ワイド、L 型とかね、ひな壇。これひな壇、深型とかね、ワイド、L 型、なんかたくさんできるみたい、こうやって。いろんな形にね。すごいな、これ。これ100均に、ね、売ってた、100均。400円だけどね。てか、今の100均ってさ、100円じゃないものバンバン売ってんだね。もう100均じゃねえじゃんっていう話だったんだけども、超笑った。100均なのに100円じゃないものたくさん売ってんじゃんって、もうテンションハイマックスね。きたー。ちょっとこれに入れてみます。よし、ちょっと待って。片手じゃやりにくい。見て見て。じゃーん。入れた。いやまあ、全部入んなかった、余裕で。マジか、こんな多かったんだね。でもかっこいいの。だってアイアンマンとね、このキャプテンアメリカの王さ。やべえな。ベノムとね、スパイダーマンが一緒に入れたかったからな。まあ、残りもまだこんなにあんだけど、やべ、足んねえ。二つで足りると思って全然足んねえし、ちょっと。残りも入れます。よいしょ。できました。てかね、全然足んなかったわ。まだまだ余ってる。やべえな。これ、上がね、一応ね、マーベルユニバースゾーン。で、下がね、マリオとのコラボ。マーベルのね。え、マーベルこんなんだな。やべやべ、まだまだいるな、これ。あと4個ぐらい買ってこようかな、このケース。ちっちゃいやつもあったから、ちっちゃいやつ買っていて、このナメコもね、入れようと思って。このナメコたち、ナメコたちもせっかく全種類コンプリートしたから、こういうケースに入れてあげたいんだよね。ナメコもちっちゃいの持ってたから、ちっちゃいのに入れてあげようと思って。あと小人もね、あとこのホレホレザウルス系のやつも入れたいし、これ結構あるな。あとまあ4個買ってこれば、多分ここに連ねてさ、バババ上の方にババンって並べて、まあいい感じになると思うんで、また買って。3、2、1、ライトアップ。おおおお、意外にしょぼかったというこの奇跡。意外にしょぼいぞ。でもまあかっこいいね、これ。ケースたくさん、まだまだこんな余ってるから、ケースたくさん買ってきて、こうやって収納すればめちゃめちゃかっこいいかもしんない。ほら、下のマリオたちとこの上のマーベルユニバースたち、じゃーんっていうことで。じゃあ次回ね、ちょっとまたケース買ってきたら、まあ綺麗にするんで、この机の上をどんどん綺麗にして並べてってね、ちょっとフィギュアたちに愛を注いであげないとね、かわいそうなんで。せっかく集めたんでね、いつでも見れるように、こうやってかっこいいなーって、もうかっこいいぞキャプテンアメリカみたいなね、ベノムかっこいいなーみたいな、いつでも見れるようにね。いや、かっこいいなこれ。やべえ、すげえ気に入った、やばい。よし、ということで、ね、次回またケース買ってきたら、整理してアップしたいと思います。これが、見てください、僕のコレクションです。じゃじゃーん。まあ一番気に入ってるのはね、マーベルの中で一番気に入ってるのはね、まああれなんだよね、このシルバーサーファー、あと赤いハルク、こいつらが出なかったから、本当に。しかも1個しかないからね、こいつらそれぞれ。一番最後に出たやつがこの赤いハルクは、本当にこれも思い出がね、やばい。もうね、こいつを見るために泣けてくるからね。よし、まあということで、また次回ですね、お会いしましょう。それではバイバイ、さよなら。この下のナメコたちも一緒にね、じゃんっていうことで、全体像。